よし、やばい、拳と拳の戦いが始まるぞ。うん、はい。うわ、ぶつかるの。メルトは黄色ね。うん、はい。黄色、メルが赤。あ、なんか色逆だね。え、確かに逆だ。エモい、エモい。え、待って、え、うわ、でもこことか大事なのでは。うん、角っこ取るのなんか大事そう。そうだな。うわ、じゃあここで。え、そうか、そうだよね、そこだよね。え、待って、でもわかんない、これむずいな。まあ結構頭脳を使うから。うわー、苦手だ、いっちゃん苦手だ。これでもどうなんだろう。うん、じゃあ、うんうん、ここ潰しとくか。うわ、しかもなんかそう言ってる間になんかいろいろ作っていきそうな気配ある。メルメル、やっぱ知性やから、やっぱね、縦横斜めっていう、うん、その3パターンで揃えられるから。まあ、うわー、3パターンもあるんだ。ならばここ。え、なんで、なんでそこなんだ。やばい、そのなんか読みもできないからまずい。終わってるかも、うち。じゃあここね、ここにします。なんで、何か、ねえ、待って、むずいよこれ。なんか違うことになってんのかな。危なっ、さすがに気づいたか。危なっ、さすがに失敗に気づかれたか。さすがに気づくよ今のは。そうだよね。じゃあここで、なんでそこなんだ。まあここだよね。いや、わ、そっかそっか、そうだよね。待って、何が起きてるんだ。さあ、でもどこに、4つでしょ、置くんだ。どこに置けばいいんだ、ここ。いや違うか。もうなんか着実にさあ、これはちょっとまずい。これはもろたで、工藤。ええー、やったー、勝った。待って、下手すぎるかも、うち。まあでも、え、これ初めてだよね。初めて。あ、じゃあもうしょうがないよ、初めては。え、待って、うまっ。縦横斜めだから、斜めもいけるんだよ。あー、そっか、斜めもいけるのか。そう、本当にわかんない、むずもう一回やるじゃん。え、もう一回やる、ね、初めてだもんね。うん、じゃあもう一回やろう。よし、次は勝つ。もろたでって言おう、私も。もろたで。え、でもなんか結局、うん、角取ったけどメルメルが勝ったから、角あんまいらないという説を押していこうかな。まあ角が強いのはあれだね、オセロだね。うわ、私オセロ本当に弱いんだよね。え、でもメルもオセロ勝てたことなくて。え、もしかしてじゃあちょっといい勝負するんじゃない。え、後でオセロやろうよ。やろう、オセロ。え、楽しみ、楽しみ。いや、でも、一旦この勝負は、私が、モロタでするわ。ほんと？うん。どかなぁ。ほんとかなぁって、ほんとだよ。任して。よし。うわ、ちょっと待って。だって、その、なんか考え、ミラーみたいになってない？これ。全く同じ位置に置いてない？これ。ほぼほぼ同じじゃない？あれあれ？なんでだ？あれ？あ、ほんとだ、確かに。え？でも、ここでメルがここに置くと、うん、よくない。え、いいんだよ、置いても。いやいやいや、やめとこっかな。いいんだよ、置いてもいいんだよ。じゃあここにしよう。危ない、とりあえず潰さなきゃ。気づかれたか。これ気づけなかったらうちやばいよ。うん、やばい。え、待って、何かしらで、ね、やばいこと。でもね、ここだよね、やっぱ。気づくよね、そうだよね。むずい。どうしよう。待って、考えるんだ。考えるんだ。なるほど。これいけるのかな？なんか、どっちか勝てるのかな？
でもいけるんじゃない？待って、このな、待って、あ、斜めとか言っちゃいけないな、うち。え？やばい、自分の手札を明かそうとしちゃった、今。やったー。え？勝てたー。おーい、マジかよー。イエーイ。やばい、弱すぎる。やったー。ちょっと変化球打ってみたけど。え、待って、うまいって。マジかよー。てか、あの、